最後の一日を迎えましたね。本当に15年半ですからね。要は名古屋の市民の皆さんに可愛がっていただいて、うん、ありがたかったと。でも寂しさはありますけど、でもまあ国会なら国会でものすごい仕事せんなので。今日午前10時本会議場に向かう河村たかし市長が口にしたのは市民への感謝の言葉。15年間勤めた名古屋市長として最後の一日を迎えました。総理を狙う男は現員ということで、今月1日市長を辞職した上で27日投開票の衆議院選挙に愛知1区からの出馬を表明した河村市長。おととい夜には公示日前日の今月14日付での辞職を議長に申し出ました。長年ありがとうございます。しかし今日午前10時半から開かれた市議会本会議、辞職の同意をめぐる審議は紛糾。職責放棄以外の何者でもありません。市民の皆様は納得しているのでしょうか。市政を投げ出すような議案に同意することは到底できません。突然の辞職は無責任だと主要会派が相次いで批判する展開に。そして起立少数であります。よって本件は同意しないことに決定いたしました。主要会派に加え河村市長自ら率いる減税日本の一部の議員なども反対し、14日付の辞職は認められないことになりました。これで河村市長は今月15日の衆院選の公示日に立候補を届け出た時点で自動失職することになります。一番最後に、まあ、こういうふうに砂かけてくることです。要求給料をもらって極楽の生活しとる議員が市民並みの給料にしようと800万といった河村さんをやっぱり叩くと、何をやっても叩かれるだろうね。これ最後まで議会との溝が埋まらなかったことへ恨み節を口にした河村市長。一方午後ユリの花びらを噛むと、思い出すなこれな。ええだろ、この部屋だったんだこの部屋ね。最後の幹部会議で職員から花束を受け取り拍手で送り出された河村市長。精一杯やってきたということですよ。なんだかんだ言ってで公約は裏切らなかったと。いやそれ寂しい気持ちはありますよ。それはだからそういうのをね、表でやっとったらいかんだもん、戦いで勝ち抜いていってなお、まあ、総理を狙う男もそのアゲインですけど、アゲインアンドファイナルですからね。厳しい道がありますんで、またどっかの居酒屋で会いましたら声でもかけでしょう。